え、あのさ、みんなさ、あのさ、お布団のさ、シーツってどんぐらいで掃除すんの？週一？週一でやんの？嘘でしょ？そうなんだ。あ、よかった。20年に1回みたいな人もいて。カナダスは？僕はね、まあ、一番長くて、もう、半月かな？半月かな？一番長くて半月かな？ねえ、違う！いや、わかった！もうじゃあ素直に言いましょう。な、一番長くて半年です。でも、聞いて！でも聞いて！聞いて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 ！大暴れ！聞いて聞いて聞いて！でも違う！リセッシュした！リセッシュ毎日した！いや、聞いて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 ！リセッシュ毎日したし、リセッシュ毎日したし、あの、ダニ忌避剤みたいなやつも、ダニさようなら、さようなり、ダニバイバイみたいなのもシュッシュしてたし、なんかダニさんさようならみたいな、あの、なんかシートも敷いてたし、敷いてたし、あと、僕、お漏らしとかしませんので、シーツは汚くなりませんでしたよ。ねえ。皮脂と汗の汚れ？そんな汚くないもん、天使は。ダニのご飯。いいじゃん、ダニ生かして。えら、カナタソ。ダニのこと生かしてえら。みんなじゃあそうやってダニを殺すんだ。あ、いいんだ、みんな。ダニだって生きてんですけど。いいんですって、そうやってダニも生きてんのにさ、ダニを殺そうとしてる。あー、それもダニ案件来ねえぞ。キノコなんか生えねえよ。え、みんなどんだけ汚いんだよ。みんながさ、汚すぎるんじゃない？外で泥んこになるまで遊んで帰ってきてそのまま寝てんだろ。カナダさんは一歩も外出ないんだぜ。まったく、綺麗なね、美少女と同じで、そんな考えられちゃ困ります。もう、いやね。まっとくよ。もう半年が頭からね。違う、それ、めっちゃ前だからね。それは初めての一人暮らしをした時の話よ。今は違う。とても綺麗。綺麗好きだもん。潔癖症。みんなさ、潔癖症の女ってさ、ちょっとさ、嫌なんじゃないの？ちょっとうるさそうだな、みたいな。ごめんなさいね。ちょっと潔癖症なんですよ、でも。それでもすまんと。そこは嘘つけねえわ。潔癖症なんよ。ごめんな。毎日洗いな。嫌だね。めんどくさすぎる。